円卓。大祝福。円卓の中心には、大祝福がある。円卓が燃えようとも、消えることはない。大祝福においても、通常の祝福と同様に、休むことができる。その他の機能も、通常の祝福と同様だ。さて、大祝福で休んでいる時の、プレイヤーのポーズにご注目いただきたい。気をつけ。そう、通常、大祝福で休んでいる時は、気をつけしている。通常の祝福であれば、座り込むのだが、大祝福は大きいので、座らないのだろう。まあ、常識だ。双子の鎧。黄金と白金、絡み合う掃除をかたどった鎧。若たれぬ掃除、D は二人いる。二つの体、二つの意志、そして一つの魂。共に起きることはなく、言葉を交わすこともない。この鎧は望んでいるだろうか。もう一人の、D の元にあることを。と、何やら中二病チックなこの鎧。D の死体などから入手できるものだ。実はこの鎧、とんでもない秘密が隠されている。今回は、それについてご紹介しよう。D の鎧を装備し、特定の武器を両手持ちしている状態で、大祝福で休むと、ピッ。前に習いをしている。なんで？そう、D の鎧を装備し、特定の武器を両手持ちした状態で、大祝福で休憩すると、前に習いをするのだ。これは、とんでもないことだ。汗ひと諸君は言うだろう。トマトちゃん、特定の武器とか両手持ちとか言ってるけど、どういうことなんだっぴ？と。これから説明するのだ。なお、大祝福から抜けると、普通の姿に戻る。さて、特定の武器が云々の話であるが、今現在、若たれぬ掃除の剣を装備している。試しに、これを外して、大祝福で休むと、気をつけしている。そう、武器を持っていないと、前に習わない。また、片手持ちであっても、気をつけしている。前に習わない。そう、武器を装備した上で、両手持ちする必要があるのだ。さらに、武器であれば何でも良いというわけでもない。違う武器を装備し、大祝福で休んでも、気をつけしている。前に習わない。汗ひと諸君は言うだろう。これ、どういう原理なんだっぴ。と。今から説明するっぴ。若たれぬ掃除の剣を両手持ちした状態で、他の鎧に変えると、腕が下がった。そう、双子の鎧を装備している時だけ、剣を構える腕の位置が高くなる。おそらく、この鎧のデザインのせいだろう。この鎧、胸から変な頭が出ている。それを避けるために、腕を上げているのだ。めっちゃ戦いにくそう。この双子の鎧だけが、変な構え方になる。フロムのこだわり、エグい。そして、武器を片手で持った場合、先ほどのように、腕の高さは、変わらない。片手持ちの時は、銀の変な頭が邪魔にならないからであろう。基本的に、若たれぬ掃除の剣を装備しなくても、肩に担ぐような武器を装備し、両手持ちすれば、同様の結果となる。双子の鎧、肩に担ぐ武器、両手持ち、が肝のようだ。また、前に習えであるが、通常の祝福で休んだ後、立ち上がるときに、一瞬、前に習えする。大祝福では一生やっていたが、通常の祝福では、一瞬だけ前に習えしてくれるのだ。
前に習えばん、大歓喜。ということで、前に習えばんのアセストは、D の鎧と肩に担ぐ武器を装備し、両手持ちした上で、祝福で休むが良いだろう。ご視聴いただきありがとうございました。それにしてもこの鎧、めっちゃ戦いにくそう。